はい、始まりました。ザ・ノイジーゼスともよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、私、パッキー小林と、えー、梅くんを、えーはい、二人でですね、また、えー、映画の話をし,していきたいと思います。よろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。ということでね、あの、もう、後ろにはもう、梅くん世代にはこれしてんのかなハニマル様いやもう、ドンピシャですよ。 あの、絵から、絵から飛び出してくるところがなんか俺すごい怖かったんですよね、当時。何なんかくれって言うと。もう俺はね、もうずーっと、この馬の方のモノマネばっかりやったからね、全然この世代じゃないんだけど、はニマル様、って言ったね。子供が見たのはこいつは賢くないんだろうなっていうのがわかるっていう。ハニャってなんか言ってるからね。ってことですね。 今回はもう二人がね、あの二人の壁紙がね、後ろダブルハニワになってますんで、今日はですね、<laughs> あまあ、唐突ではありますが、えっ、ー、と、大映画、えー、送り出しました。世界に誇る、えー、特撮電気、えっ、ー、と、残酷映画、えー、<laughs> 大魔人三部作について語りたいと思います。よろしくお願いします。やった。<laughs> 最近ね、あの、ちょっと、あの、アマゾンプライムで、<laughs> また、もうアマゾンプライムの端ばっになっちゃうんですけど、角 <laughs> 川チャンネルっていうのがあるんですよ。 月額400円ぐらいで。うん、いやー、ここに入ったらもうね、もう、もう、ワンダーランドだね、<laughs> 本当にね。<近>平成ガメラも。うん。う最近パッキーさん、その専門チャンネル入りまくってますよね。なんか、とか、ね。あー、すごいね。うん、もう本当にね、角川映画と大映画がいっぱい見れるんだよな、本当に。なんか、これ、<laughs> このチャンネルって。テクストとかよりもいいですかあの、もっとそういうジャンルに絞られるんだねあの、自分で、 選ぶ選択肢が幅が狭まることによって、そこに見たいものが自分、<laughs> あ,こあ、もう大英の映画で市川雷蔵が見たいとか、勝慎太郎が好きとか、あの、神谷二郎が見たいとか、あの、か本当に角川映画が好きとか、そういう世代だったらもう夢のようなところだよな。わ、あの、わかりやすいよね。選択肢が好き確かにそうですよね。 月の映画しかなさそうだもんね。兵隊役ザシリーズがこんなに見れるの <laughs>、うん、とか、ネメラ教授シリーズがこんなに見れるのみたいな世界だから、<laughs> うん、マジかよみたいな、なんか。うん、兵隊役ザ久々に見たいですね。<laughs> いや、もうだからそう見て、もう夢のような、あ、これはちょっといいなと思ってなんかね。まあかん、ちょっとまあ角川って会社の時代にはちょっと俺思い、ちょっと思うところはあるんだけど、まあまあしょうがない。だからそれは別にね、<laughs> 作品に罪はないんで。うん、いやーここで、あの、大魔人ね、 もう、大魔人が、やっぱ DVD とかブロレで断ることに発売されると、やっぱ、ね、ボックスで何万円っていうのがですよ。もう、これが手軽に見れてるわけですよ。なんか、あ、じゃあ、久しぶりに大魔人見てみようっていうのかあの、見たんですけど、いや涙がちょちょ切れるぐらい素晴らしかった。なんかね、久しぶりに見る大魔人は。<laughs> 素晴らしい、これは。あの、ま、わた、なんか <coughs>、そんなに俺は特撮のね、いろんな研究して、ああだこうだって言える、 あの、ほとん知識はないんだけど、ただ、あの CG ももう一回りしてもう当たり前になって何度も見れるような時代になったことで。で、一応まあ CG 前から今まで一応見てる人間として言わせてもらいますが、あの、少なくとも日本の特撮と名前を、特撮という言葉が関され、される作品、いっぱいあるじゃないですか。申し訳ないけど、あの、ま、限定的な、あの、 設定とはいえ、うん、あの、特撮の最高峰はやっぱ、つぶらじゃなくて大映のだね、本当大映の大魔人だね。うん。あ、大、の中でも大、大魔人が違う。大魔人だね。まあ、ガメラはさ、ちょっとやっぱり特撮、ところどころマットペインディングとか少し、いあすげえなーと思うとかあるけど、うん、ちょっと、あのー、なんだろう、うつぶれの緻密さに、に対して大映のガメラの、 の特撮の面白さってダイナミックじゃん,なんか <laughs>。完全に作り物なんだけど、<laughs> うん、あ、いいなっていう、そういうセンスじゃん、なんか。そういう人はやっぱ大魔神は、なんだろう、久ぶりに見て、やっぱり、あのー、なんかゴーストバスターズのマシュマロマンがさ、ニューヨークかなんかこうやって歩くとこ見てすげえと思ったんだけど、うん、なんか、大魔神見て、全然大魔神の方が早かったな、みたいな、その、あの <laughs>、人が認識できるぐらいの大きさのものが、うん、ずっこんずっこん歩くって意味だよね、なんか。 まあ、クライマックス、そう、クライマックスにしか、まあ、こいつ出てこないですけど、歩いたりするのはね。あの、やっぱサイズ感が絶妙ですよね。いやちょうど、ちょうどあの、一番怖いサイズ感なんじゃないかっていう。そう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 。まあ、サンライズのアニメで言うと、ガンダムじゃなくて、ボトムズみたいな感じだから、ね。だって、あと、この仏像ほら、やっぱちゃんと作ってるしね、ね。そうそうそう。 しかもちゃんと、この一分の一の大魔人って、大体あの一分の一のね、あのギラーミンのあの、キングコングだったりとかさ、ね、あの、1984ゴジラのサイボットゴジラとか、あれは一分の一じゃないけどさ、ね、大体あの、それなりの大きさで作った、あの、一分の一っていうかなんか、それなりのスケール感を持ったご、あの、そういうモンスターって、大体物の役に立たないじゃん、映画の中になった あの結構ね、あの人が行けーって言われてみんなが侍たちがうわーって行くときにいるんだけど、<laughs> なんかあのその前の人間がやってる大魔神のキャラクターがやっぱ衝撃が強すぎて、一分の一の大魔神も首がこうやってグーって動いて人間を睨むとこが、ちゃんとなんかあの、繋がってる感がすごいんだよね、こ大魔神は本当に。<laughs> うん、ただまあ目、目が本物の人間だから、まあ余計怖いっていうね。あまあ人形はね、<laughs> あれだけど、やっぱあの、まああの人、一時期大魔神の中に入った人はこの人でみたいな感じでテレビで、あの、出たんだけど、うん、まあもちろんもうお亡くれなりになったんだけどね。やっぱあの、誇りをバンバン巻いてる中で目を閉じるなって言われるからあの目ができたんですみたいな。あ,あ,あの、血走った目が。 あのめまばたきしちゃダメじゃん、大魔人は。そうですね。よく見ても感じてるんだけど。えっともう、あの、誇りが舞ってよくぐーってやるからさ。まあ、お話的には、まあ、言ってみれば、なんかもうね、庶民たちをいじめる、まあ、悪いお侍。そうですね。うん。藩主。まあ、うん。時代劇の典型、テンプレというか、そうそう。の、のあの、ももっときつい版みたいな。そうそう。まあ、年貢っていうか、労強制労働させたりするんだけど、 それが、そこの、ま、あの、滅ぼされた前のその、なんかちょっと、領主の娘さんがないなんかちょっと、あの、魔人様お助けくださいとか、なんかで、涙をほろりと流すと、その涙がこうやって、意が、その気持ちがね、天に通じて魔人が、さっきまで、こういうね、ハニマル君じゃないけど、無表情のハニがこうやって、ズーンってやるんだけど、ゴロ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 って言って、ってやると、もうね、昔みんなギャグだったけど、<laughs> あの、まあ、梅くんの後ろにいるような、ものすごい恐ろしい競争の、うん、あの、埴輪様になって、それがズシン、ズシン、なんか来て、<laughs> あの、悪い侍、藩主、まあ、領主を皆殺しにしてくるっていう、ね、ほん <laughs> とんでもない話なんだけどさ。いや、だからこれ、まあ、僕、子供の頃ですよ、うん、本当にもう、いつだ小学校の低学年とかかな、多分最初に見たのは。 うん、まあ当然、ウルトラマンとかゴジラとかいっぱい見てたから、その流れでテマ見たわけなんですけど。もう、それとはやっぱ、とてもじゃないけど違うんですよね、その、うん。うん、<laughs> いや、全然違うね、本当に。やっぱ怖すぎて、ちゃんと人が死んでいくじゃないですか <laughs> <ー>。な <laughs> しっかりと。あれがちょっと衝撃的でしばらく見れなかった怖くてね。<laughs> <laughs> これはダメだっていう,うの。うん、<laughs> まあ話も暗いからね、その、<laughs> カタルシスが出るまでの話も結構血生臭いからね、もう皆殺しにしたりとかね。うん。だからそのお母さんとかもこれ、ね、僕がこう特撮好きだったので、子供で、その流れでば普通にレンタルで大魔神借りても何もなかった俺が見てるものを見て、やっぱ、込めましたもんね、やっぱね。<laughs> こ,れこれはダメだって。これは見せちゃダメだって。<laughs> それそうだよなと思いますよね、大人のやつ。<laughs> いやまあ、まあね、本当ドラマの部分は、まあ、もうやっぱこの時代の大映だから、すごいしっかり時代劇やって、やるんだけど、まあ、それがあるから途中はね、ずっと出てきても、あの、ずっと何も言わぬ、あの、本当にあの、なんか石を掘って作られた、魔害物みたいな感じのハニワ様しかずっと出てこないんで、 まあそこまではじっとね、あの、もうそういう大スペクタクルシーンまではじっと我慢しなきゃいけないんだけど、いや、待つだけなものはあるよね、本当に。<laughs> 俺も例年1日で1、2、3ちょっと見たんだけど、いや、すごかった。まあ前も昔見た時もすごいと思ったんだけど、うん、やっぱ、あの、やっぱもうあの、マーベルとかやっぱり俺もなんかあんま好きじゃないって言いながらディズニープラスに入ったりとかして見てるわけですずっと日々ね。うん もう、なんとかロリアンとかなんかそういう、なんか、ちょっとそれ見てさ、ああ、はいはい、みたいな、すごいな、みたいな感じも、思ってなんかった。なんとかロリアンっていじゃないですか。なんとかロリアンって。いやいや、それで、やっぱ、あの、現物が何でもかんでもすごいってわけじゃないけど、いや、これは本当に見事に、その、なんだろ、おどろどろしいものと、そのミニチュアと一分の一、あと人間のライブアクション。いや、これは本当すごいよね、本当に。うん。 やっぱあのー、ずし、うんずしんうやつなんだーって、なんか、魔人様が来るんだけどさ、うん、あの、あのー、ゴジラとかのスケール感じゃないからさ、なんか、まあ一応人間たちが作ったお城の門、うんはい、あれは必ずぶっ壊すのがさ、あの、うん、この3本の中の、まあ名物なんだけど、そうですね、いやもうあのー、なんだろう、本当に、 なんだろうあの、ゴジラのも、あの、建物が壊れるのも、確かにすごいスペクタクルで、ガーッて、語るし要あるんだけど、うん、本当に人間がね、トンテントンテン作った木造の巨大、うん、まあ、それなりの大きい構造物が、メリ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 ってなんか持ち上げて、バーンって殴られるんだけど、これをさ、三部作全部、あの、共,共通して、最後、門が、もまあ、門か、あ、そうね、門が必ず壊れるのあるよね。うん、そこのところで、あの、 木がこうやってメキメキって割れる、生木屋、木がこうやって裂ける感じとか、はいはい、瓦が多分スタッフが一生懸命一枚一枚こうやってやった、<う>あの瓦がドーって流れくて落ちてくるところ。いやー、あれはほんと笑っちゃうよね、凄す,すぎて。そう特撮だって分かって見てるんですけど、本当になんか、 生々しすぎて。すごいよ、<の>本当にこ。こいつ本当にいるんではないかっていう、<laughs> まあ、気になってくるっていう。<laughs> う<ー>このタイプ感のやつがっていう,そう。<laughs> これで、あの、ちょっとしたね、その屋敷っていうか、なんかそこのところをこうやって壊して回るんだけど、<laughs> いや、これが本当とに、ゴジラに対してのビルの今日なんか、その、あれって、うん、まあ、あれあれで出かけてすごいんだけど、微妙にやっぱり魔人様も大きいんだけど、そんな大きくないからさ、 なんか、やっぱ人間の目線ぐらいのところのやつがまた、とんでもなくしっかり作り込んだ木造の構造物が全部バーンと壊れるから。ビルで言うと、なんか3階ぐらい ?3 階か4階ぐらいそんなにね。うん。いやー。あと、やっぱり、あの、見て思ったけど、やっぱね、俺たちが衛星ガメラが好きなのは大魔神があったからだね、やっぱね、なんか。うーん。なるほど。 なんかあのー、まあ、作ってる方が意識してるのか、やっぱりあの、大映のね、大映の看板がガメラやってるだけあって、うん、どっかで貼ったのか、意図的なのか、うん、なんかああいうの見てたからかもしれないけど、なんかやっぱあの、意地の疎通はできるんだけど、なんか、あの、あんまりできないっていう怖さ。<laughs> マジ、大マシンの。<laughs> あの、なんかあの、民の声を聞いて出てきてはくれたんだけど、あの、 帰らないっていうね。そう,そうそうそう。<laughs> あの、本当にあの、また涙流したりとか、ね、その人が、ちょっと、私がどうなっても構いませんって言わないと止まらないみたいな。<laughs> 一作目に関して、一作目はそれがすごい顕著なんだよね、うん、それだけが。あの、普通の村人捕まえて、ぴょんと放り出すからね、一作のタイマシンはも<う>。<laughs> もう、もういいですって。もうやってくださいって。もういいんで <laughs> 帰ってくれ。<laughs> どっかどっかやって。 いや、これはね、ちょっと思ったね。なんかもうそれで、なんかもう人,人中を超えたものが来て、ばっかんばっかん物壊してて、うん、で、みんな見るしかないっていうことに関しては、まあ、大魔人はもう悪いさ、うん、お侍をやっつけてく、や、やつなんだけど、なんかここら辺のなんかあの、異物感は本当に、ああ、なんかまあ、俺が平成カメラ好きなのって、やっぱ大魔人のちょっとテイストあるからかな、みたいな。うん。あと、あのー、なんだっけ。 俺たちが大好きな金子監督のゴジラの GMK。あの GM、うん、あの篠原、なんだっけ、あの子は、篠原の えっと、あの、病院に入院してたら、あの、尻尾でぶっ殺されるやつなんかあって、なんか、あそこのタイミング、は完全に大魔人一作目のタイミングだったんだから、あの、あの、みんな、やばいって、あの、ちょっと物見櫓じゃないけど、櫓のところで見てるだけでビビって見てるんだけど、で、ズシーン、ズシーンって来て、見逃すのかなーとったら、ドロドガーンってやるんだけどさ。あー、と思って。あー、なんか、うん。 なんか、これをイメージしてるかどうかわからないけど、やっぱこれを見て育った人間っていうのは、やっぱこういう間っていいよな、みたいなん。<laughs> <laughs> 助かるかなと思って見てると、横目で見てないんだけど見てる感じ。なんか、あのー、ズガーンってみんな、ギャーンってみんななんか、あのー、<laughs> あ、死んだっていう。<laughs> どんどん血祭りに上って。<laughs> いや足とかもちゃんと作ってるからさ、あの、振りつズすとことか。そう,そうそうそう。しかもね <laughs>、まあ、言われるがままにやってきたとはいえ、それをさ、普通のあのね、まあ、一般の雑標っていうかさ、うん、あれが足の下でギャーって血、しかも地面にめり込むとこちゃんとやってるからね、<laughs> <わ> <laughs> <laughs> 地獄絵図がもう二つら。<laughs> これでさ、なんかね <laughs> だ、だんだんとあの爆薬とか、なんかあのね、うん、あの、ジェダイの機関みたいにさ、あの、なんか木をこうやって、なんか、あの、なんか木をバーっていっぱい落としてやっつけようとかいろいろやってくるんだけどさ、もうことごとくそれがね、あの、全部自分たちに跳ね返ってくるからね。<laughs> <laughs> あの、木をこうやって、<laughs> 木でこうやって倒すなーって、ボーンっていっぱい木をやると、あの、全くもちろん通じず、何をするかっていうと、その、押した木をこうやって、ままだぶん、バンバンぶん投げて、みんな死んでるから、ギャ <laughs> <や>ー <laughs> いろいろ、あの、でかいだけじゃなくて、いろいろやれるんだよね。そう、ね、すごいよ、ほんとに。あのさ、なんか大魔人2作目だから、 怒るなのかあのいや、あの、爆薬のさ、まあ、これも梅くんもね、あの、ダイエーチャンネルに入ったら、あの、カドカチャンネルね、うん、あの、入ったら2週間は無料だからさ、まあ、見直してもね、ちょっとまた久しぶりに見てほしいんだけど、<laughs> いや、爆薬、大、大砲だったのかなもう、バーンって爆発すると、うん、なんかものすごい、あの、多分、扇風機かなんかで風で送ってると思うんだけど、うん、もうね、爆炎が上がった後に、 うん、その、すぐ風、ブワーッとそれが後ろに流れて、魔人様がすぐ姿ができて、どんどん歩いてるところが、すごいんだよね、<laughs> これね。<laughs> 感じがね、この。やっぱ爆発して、うっすらと、うん、あの、煙が晴れてきたら魔人様がいるってシーンもあるんだけど、うん、いやこれは、すごいよ、ほんとになんか見てて。二、うん、作目のね、あの、怒るは、やっぱりあの、このね、背景もそうだけど、脳ゼ <laughs> <laughs> の十階がごとく、そう,そうそうそう。湖が割れて、 あの、より魔人度が増したっていうね。あの水も、<laughs> いや、もう、ものすご大胆すぎて、特撮を超えた世界だからね、うん、なんか、あの、リアルとかそういうのじゃないからね、うん、本当に、なんか。うん。監督は二作目あなって、水見賢治がやってましたよね、あの、だからもう、うん、本編、本編っていうか、時代劇パートももう、まあ、完璧っていうね。うん、いやー、ほんにすごいね、これはね。もう、あとね、悪大観というか、なんか悪悪い領主 まあ戦国時代なのかななんか本当にあのやり方も全員エグいからね、本当ね。うん、最初はね、機体にあの打ち込まれた五寸クみたいなので、ドリャーンなんかやって。<laughs> 次はあれか、なんか、異様かなんか、あの、なんか、その、ドロドロの沼んところに、なんか、あのうん、バコーンってなんかやった後にね、やるなんかやった。あとは、あ、うん、それか3作目か。2作目は火破りにやったほうが、なんか、ね、あの、なんかしないけど、火のとこビューって走ってて、なんか、うん、あの、反戦のところの、あの、砲を張るところ、うん、あそこがちょうど十字架っぽくなってるから、そこのところにやっぱうやって、ね、うわーって逃げていくと、足を踏み外して、やっぱり貼り付けみたいになって、<laughs> ギャーって燃えるって、なんか、<laughs> ああ、貼 <laughs> り付けにしようとしたやつは貼り付けにされるんだ、みたいなね。<laughs> もうね、そう、だからちょっとね、大魔人はね、あの、そういうの苦手な人はね、ちょっと気合い入れてみないとね、あの、結構、やられるかもしれないいや、まあね、うん、本当に怖いよね、子供で見たら。もう、も本当にあの、 必ずね、しかもあれだからね、襲ってくるときに、もちろんあの悪いあの侍たちはもうほぼ皆殺しにしようとしてくるんだけど、あの絶対あれだからね、あの、あの唯一の目標はお前だって睨んでくるからね、ジローって,って。<laughs> お前を、お前だって言って、<laughs> なんかあの羨ましい何がすごいって。うん、<laughs> うわぁって。<laughs> もうあの、全体をやるんけど、お前をやりに来たんだからなってくるからね、<laughs> なんて。<laughs> <laughs> でちゃんとね、あのー、合成で、あの、助けてーで後ろから追いかけてくる大魔神みたいな、あの絵とか、<laughs> 本当に怖いですからね、あのね。うん、いや、一作目の、なんだっけ、まあなな、なんか、やぐらか、なんか、ちょっとおし品だけで、なんか、あの、なんとか逃げて、なんかちょっと、うん、あのね、 <laughs> あの、逃げようとして入るんだけどさ、ま、結局やられるんだけどさ、なんか、その、外で音がするって、チラッて見るとさ、あの、上壁か、壁か、あの、なんか、上壁、崖か、なんかわかんないけど、そこのところに、あの、自分の部下のやつが、手でこうやってメリ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 って、なんかさ、あの、その、岩かなんかのところに、もう、体が、あの、もうそのまま手のひらが押しつぶされるところ見て、うわーとかって逃げると、案の定こうやって、なんか、後ろにあの、魔人様の手がまた、 って,ていやーってなんか捕まって、<laughs> その後貼り付けされるんだけどさ、いやー、これは素晴らしいね。うん、で,でかいから動作がその素早くないから余計怖いですよね。ゆっくりだからそういうのがなんかね。でしかも、陣地を超えた存在だから、後ろから追っかけてきてると思ったらもう前にいるからね、なんかね、うこれ、魔人様は。<laughs> 魔人様ですいやー、これはね、あとこれね、こう僕、このあの、 カドカワ映画祭とかでこれや、うん、あの 4K 修復版がやってたんで、うん、あのね、最近でもこれ見れたんですけど、でバンルってさっきからこうやってめくってたら、これ1966年の映画なんじゃないですか、2うんうん、うん、本目って。うんうん、で、年に3本公開したんですよ、こいかれてますよね、ちょっとね、このシリーズ。<laughs> 最初 1966年の4月17日公開で、次8月で、最後12月っていう。同等 <laughs> の公開の仕方をしているっていう。<laughs> まあ、でもそれで、ね、まあ1作目は普通のね、あれだけど、多分、夏だから水、2作目は。うん、最後は12月だから雪なんだね、そうするとね。<laughs> シーズンをちゃんと狙って。一応なんか背景的なところで言うと、ほら、大英の東京がガムラで、あの、イケイケだったんで、あの、大英、京都の方が。 俺たちだってやれるよって、時代劇でやってやるって、<laughs> その大魔人をやったっていう背景があるみたいですよね <laughs> <の>、いやいやー、やいや、いやまあ、ね、東邦潰れや監督も本当に素晴らしいとか、あれだけど、いや、ここまであの、自然に馴染む特撮っていうのは、いや、世界でもなかったんじゃないのこの当時。うん、うん、まあもちろんね、あの暗くしたりとか、設定をちょっと言う、なんか取りやすい方にやったとはいえさ。うんうん いやー、もうあの、もうあの画面いっぱいの石垣をこうやってなんかこうやってブーンって崩して襲ってくるところとか、やっぱすごいもんね、あの本当に。あれマジンガー Z 対暗黒大将軍のあの、あれじゃない岩がこうやってハンマーがなんかでガーンって潰れて画面が広がる。<laughs> あれぐらいのインパクトだったのね、<laughs> 本当になんか。<laughs> いやー、ちょっとね、あの、ま、必見ですよね。うん、いや見たいカットしかなかったね、お写真見たら本当に。<laughs> うん。だから、そのね、最後のカタルシスを得るまで、ちょっとねき、厳しい、時間的に厳しいけど、そこを乗り越えた先には、パラダイスかも、ね。いや、すごいよ、本当にパラダイス待ってるよ、本当に。<laughs> <ん>いや、もうアングルもすごいかっこいいからね、この映画、本当に切り取り方が。あれ、あの、剣抜くのって全部抜いてましたっけいや、3作目だけじゃない、剣抜くの。作目だけか。 3足目で無にジャキーンと抜くんだよ、なんかねおーっ最悪ですよね。いや、あれが山に刺さると山が崩れるからね、ボーンうわーっってみんな。あんなでかい剣振り回されたらたまったもんだよ。抜くんだーと思ってドキッとするからね、来たー 連続してみると抜いたーみたいな感じになるからさ。<laughs> <laughs> 抜けたんだあれって言うと。<laughs> いやーまあでもね、まあ詳しい人はいろんな裏話してるのも、いやーこれは何にも知らなくてもまた、すごいと思うよ。こんなものを作るったんだ昔みたいな。 うん。だから今、その、もうアイコン化しちゃってるじゃないですか、大魔人って。うん。ね大魔人はし、キャラクターとしては知ってるけど、見たことないときは、ぜひね、見て、あの、いや、すごいね。驚いていただきたいっていう。だ3作目、三作目は、あちゃんとあの、技術が上がってくのがすごいよね、本当ね。うん、3作目で、あの、なんて魔人様が怒ってるのが収まってっていうところが、なんかあるんだけど、うん、そこでさ、後ろね、 必ず魔人様が来ると天気が荒れるんだけどさ、うん、その、なんかものすごいこの風が吹き荒れてる、その、曇り空っていうか、あの、荒れた雲が、あの、一瞬にしてザーッとなんか青空になってくるところがバックがあるんだけど、いやー、まあ、多分後ろの背景を動かしてるのかなと思うんだけど、これは素晴らしいカットあったね、これね。もう今だったら、まあ、マンダロリアンだったら LED のスクリーンで全部あの合成しちゃってるじゃん、なんか。だからまあ、あれの、 後ろの背景をぐーって横に動かす、スライドさせることによって、うん、ワンカットではその曇り空が一緒には、なんか、んなんか晴れ渡った空になってるみたいな、そういうのが表現してるんだと思うんだけど、わかんないけど、ああ、すごいね。<laughs> これは本当に人間って。うん。<laughs> アイディアですね、本当に、ね。いや素晴らしいぞ。なんかまあ、 ちょっとね、本当にあのー、まあ、何でもかんでも、昔のものは素晴らしいって、いうのもちょっとなんかた、ね、嫌な感じ、気持ちはするけど、でも大魔人に関して、しかもこういうね、ちょっと、非現実を描くっていう、なんかことに関しては、いや、まあまあ、この時代、うん、1966年、いやまあ、潰れはもあったとはいえ、やっぱ日本はやっぱ最先端の国だったなぁと、改めて。う,ね、<laughs> うん。いや、もう向こうの特撮もすごいけど、うんうん やっぱここまでグラデーションとかなんかちょっと馴染む映画はなかなかない、なかったんじゃないのうんあ。こんなん、しかもね、バカバカしい話をさ、こんなにすごいものにしちゃんだったか<笑><笑>一応あの、去年ね、あの限定的ですけど、復活は一応しましたからね、あの、うん、妖怪大戦争、ーガーディアンズでね。うん。あ、そう。まあちょっとあれは、あれはまあまあ、まあ、あれでしたけどっていう。うん。<laughs> うん、まあもう今は、 まあ、しっかり作ってくれればいいと思うんだけど、やっぱ、このタッチはもうね、時代が違うから出せないからね。うん、しかも同じことなんて絶対できないし、こんな撮影なで。できないでしょうね。あまあ、ちょっと、総合芸術の塊でしたね、ほんとね。うん、これはあ。まあまあ、あの、うん ね。まあ、これで、あの、どれぐらい見ようと思ってくる人が生まれるかも、まあ、唐突にね、面白かった。<laughs> ちょっと、梅くんをね、引っ張り出して喋ってみました。はい。はい,はい。そうでね、あの、ちょっと、まあ、レンタルでも、まあ、あの、お金に余裕があれば、もうね、ちょっと、1万何千円で、あの、4K 修復。今、四 k 修復。ブルーレンがよ。4K 版、4K じゃないんだよね、出てるやつね。四 k 修復。修復。ね。ブル,ブルーレイまあ、多分、どっかでまた 4K 版出ると思うけど。はい。 ぜひね、ちょっとそちらであの気分がちょっと、まあそこまで言うんだったら見てみようかみたいな方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひね、このダイマジン三部作、あの、テレビドラマ版をね、間違って借りないようになんかちょっと気をつけてください。ダイマジンカノン、まあ。それはそれでまた好きな人いっぱいいますけど。<laughs> はい。<laughs> ということでね、今日はですね、あの、1966年の、えー、公開されましたダイマジンの三部作について、えー、ただただすごかったな、みたいな感じでちょっと喋、えー、ってみました。はい。はい、ということでね、 あの、このチャンネル、えっ、ー、と、また1万人目指して頑張ってますので <laughs>、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、高評価もお願いします。高評価もお願いします。はい、では、梅君どうもありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。